はい、始まりました、しゅうちゃんオートです。本日はですね、伊勢崎オートレース場のナイターレース、こちらのですね2日目の、準決勝、こちら中心にやっていきたいんですが、レースの方はですね後半の7レースから最終レースまでやっていきたいと思います。久しぶりのですね伊勢崎ナイター、こちらの方ですね楽しんでまいりたいと思いますので、どうぞ最後までお楽しみください。今日も一つよろしくお願いいたします。1番の田中さとし、ここは人気集めています。6番の岩沼が人気は対抗。さあ7レースですね、行ってみましょう。岩沼選手、昨日のね屈辱、今日はスタートからドーンといって、もう速攻頭頼むぜ岩沼。6番頭クッチェンジで伸びて、かませかませかませ、いけ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 岩沼、いけ。よしよしよし、切り返し中入っちゃう、そう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 、速攻いけ岩沼、頭だ。よし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 よ田中聡がここまで野田を正解を捉えまして4番手で上がろうとしています。野田も粘っているが8番の田中がさばいてくる。4番手上昇した。伊藤選手逃げちゃう。先頭6番の柳井さん、ブロック。ああ打ち入れた、やばい。やばい。伊藤さん頼む。残して。うわ来た来たー。こうなったらしょうがない。伊藤さんしっかり残って。伊藤さん残って。もうロカシさんに。お願いします。ああ野田さんやんないで。よ、そう。さあ来よう。ああ頼む。3。よし。立たせて高橋貢、ここは人気の中心、圧倒的な支持を集めています。相手も絞られて、さあ8レースですね、ここはもう貢頼むよ。一般戦回りになってしまいました。高橋貢選手なんとかで、2着が3番スタート、トップスタート、来いスタートしました。来い深澤さん、来い深澤さん、来い。ああ挟まれる、スタート劣勢であります。うわマジか。4番手になった3番の深澤です。そして7番の柴山が速攻で中段で上がっていく。入ってけ。逆襲なるかどうか。現在4番手のうち前の4車一段となって固まっています。インコースから盛り返してくるか。3番深澤ですが、柴山が早めに来ています。やばい、柴山さん来た。8番高橋は現在6番手に上昇です。先頭は1番の野沢、入れ2番の内越、この2人の壁、3番深澤攻略なるかどうか。よし。深澤さん来い、深澤さん来い。高橋が柴山捉えた。残り4周回、福田さん上がってこい。野沢が粘る。3番の深澤スタートで勢も盛り返して2番と上がりましたが、もうその後ろに8番。うわーそこ入れないかー。なると高橋であります。外から大胆にまくって伸び込んで、切り返して8番の高橋貢、入ってこ。よしそのまま行こう。深澤さん行こう。頼む。そのまま。深澤頑張れ。深澤頑張れ。よし。そのまま。そのまま。その直後に7番の柴山信之。さあ、柴山が1番の野沢を。野沢さん残って。2番手は深澤が。野沢さん残って。やば、かまされる。野沢か、柴山か。野沢さん頑張って。野沢さん頑張って。さあ2番手まくれし、うわ来た、やばい、柴山さん来た。3番手上がりました。深澤さん頑張って、先頭は8番高橋、2番手頑張って。深澤3番手はどうやら
の柴山が優勢で一番よし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 オッケー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 よし圧勝撃でしたよし。乗り戻っても好調です。西原智明連勝となるか。その内側にさあ、1本目ですね。ここは西原選手で固いとは思うんですけど、5番の佐久間選手もちょっと狙ってみました。はい、5番と8番なんとかスタート、外から食い佐久間来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 いかませかませかませ佐久間来い佐久間来い佐久間来い西原速攻でも5番と上がっています。6番掛川その後ろ岩川さんの袋を取りました。佐久間来い車速は多分佐久間のがあると思うんだよな。やばい笠原が笠原選手が結構速い。2番手逃げています。2番手が竹内マサイをついていかない。3番手4番斉藤の内側から佐久間入れない。そこを8番西原まくって4番手と上がっています。4コーナー立ち上がって攻めてくるか。残りは4周回。4番の斉藤のインコースも8番の西原が飛び込んでいきました。西原が3番手と上がっています。いやー早いな笠原さん。軽快な逃げを打っています。逃げる笠原。2番の竹内の後ろに8番の西原と回る。竹内上がってこい竹内上がってこい一緒に上がってこい。西原が上がりそうだ。残りは3周回。この1コーナーで西原が2番と上がりました。唯一懸念どうやらこの2人に。うわ笠原さん早いわ。食らいついて2番の竹内が3番手。その後離れまして4番斉藤5番の佐久間という格好になっています。7番の岩田駅はスタート早い。現在6番手から5番手残りは2周回となりました。いやー西原さんでもこれ追いつくな。とりあえず追いつくだろう。いやーでもこれは1、2、1で硬いわ。いやめちゃくちゃ速い。参りました。その後は大きく離れて2番の竹内が3番手守り抜けるかどうか。いやこれで西原さんこれ追いつくんだな。これすげえ速いわやっぱり。距離感が縮まってくる。うわ出てるわ西原さん。これ入るべ。追いついてきた。これはさすがだわ。バックスレッジ捕まえた。3コーナー西原先頭に立った。1番笠原2番手交代。うわこれはお見事。西原さん早いわ。お見事です。そのスピード能力を発揮してくるか伊藤信夫。人気の中心となっています。さあジュレー先生ここはもうノブ頼むよ。スタートドンといって、あとは1456 1456ノブスタート1456ノブスタート1456来いスタートしました。ゼロ番のスタートは幕成か。4番竹本が劣勢なスタート10戦外から来いノブ行け。好スタートを切りました。5番の塚越が好スタートから3番手をダッシュしています。竹本さん来い竹本さん来い。東野も速攻でもう6番手に上がって、その後松山遅れを取った7番の三浦航平最高。入って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 。ゼロ班の2人に塚越が襲いかかっています。レースは2周目。さあ塚越がノブそこから入って切り返してまずタクシャンさばいて5番の亀井。5番の塚越が前へ前へと伺いますが、ゼロ班両者が踏ん張っています。荒川頑張れ。そのまま粘って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 。4番の竹本さらには8番の伊藤信夫。伊藤信夫がよし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 。そのままここで4番手とさらに竹本さん上がってきて、松山現在は6番手を走っています。さあ先頭1番の竹本さん上がってきて、竹本さん上がってきて、ゼロ
半2人が壁を作る。内側から飛び込んでくるのは5番の塚越。うわに膨らんだ。そこを伊藤の棒が捉えました。残りは3周。なんてことだ。逃げる1番奈良川哲也、2018年12月以来久々のファイナルへ逃げています。1番どうなっちゃうのこれ。そこに伊藤の棒並びかける。3番の水は6番の松山が抜け出していきまして、5番の荒川頑張れ、荒川頑張れ、荒川頑張れ、とりあえず荒川頑張れ、さあここでとりあえず荒川頑張れ。ノブの先頭、それでいい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 んだけど、それでいいんだけど、どうなったんだか分かんない。おお、松山さん来た。わあ、どうなるのか分かんないけど、いやいやいや、とりあえず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 、まあまあまあ、竹本さんよりとりあえず荒川の方がいいのかな、どっちがいいんだろう、分かんないけど、まあいやいやいや、いや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 、いやでも、うわー、さすが松山さん、はい、おお、浜松ワンツーだ。まずはゼロ班、誰が行くのか。山中が行けばペースは上がりそうな今日の一走タイム。さあ11レースですね。ここは山際選手、あとはキムタケ、5番と8番、5番、8番、まずはスタート、山際トップスタートで5、8で来い、山際来い、チェンジエッド伸びてこい、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 3番石井大志、石井大志行くが山中伸び返して先頭の下、山中行った、石井2番手、行け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 、山際かませ、8番の木村武史も早めに同伴を捉えて入れ、5番手と6番手が上がってまいりました。レースは2周目、思想タイム3、1、山中ミストモの大逃げとなるのか。行け山際、回る3番の石井大志、こちらも悪くない動き、3番手に5番の山際真介上がっています。川口勢が2、3番手、行け山際、行け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 、木村吉明内からで追いつけ追いつけ追いつけ、さらには8番の木村武史、残り4周、木村武史が4番手と追いつけ追いつけ追いつけ、1番山中逃げる、よーしよしよし、吹いてる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 、よし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 、そこに5番の山際、山際来い、山際が3番の石井大志のうち懐、一発で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 頼む、山際が3番、よし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 、この時8番木村はやや離れて、山際来い、伸び返してくる8番木村、ここで3番の石井大志を捉えて、3番手切り返し入っちゃえ、一発で行くよ、さあ前の2人に追いつけるか、うわー悔しい、切り返して山中逃げる、追いすがるのは山際、さらに8番入れ入れ入れ、山際入れ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 、ダメだ、そこで飛ば取っちゃダメだ、山中逃げる、2番から水は接戦となっている、山際ブルーフラッグ残り1周回、逃げ切りか山中逃げ切りか、2番手は山際、さあ内から木村、山際体勢作れるか、山際のインコース、木村武史入れるか入れるか、微妙なところ、最初来い、ちょい最初、山際粘った、木村武史3番手か、山中ミス、うわミスそうだ、人気の中心はもちろん早川清太郎、その相手は遠征勢、
川口の阿部、そして浜松の中村、さらに川口の山田徹の順。さあ12レースですね。ここは1818、この2点18の折り返し、頑張れ雪乃、瀬太郎、クイスタートしました。クイ一度見ろ一度見ろ伸びろ伸びろ伸びろ、逃げろそのまま逃げろそのまま逃げろ、やばい翔ちゃんが来た、翔ちゃんじゃやばい、翔ちゃんじゃやばい、あー翔ちゃんじゃやばい、うわー逃げー、翔ちゃんじゃやばいんだよ、いけ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 、雪取り頑張れ。さあバックステレッツで笠木のインコースへと早川が入っていく。そして2番手、うわ強ポン来た、6番の阿部が1番中村を捕らえる、2番手、うわ強ポン強い、強ポン頑張れ、強ポン頑張れ、翔ちゃんも頑張れ、セダロ来い、先頭3番の伊藤翔司、伊藤翔司がレースを引っ張っている、セダロ早い、阿部翔司2番手、北部が3番手、1番中村を捕らえました。早川セダロ現在は3番手、連れて上がって笠木4番手上昇、さあセダロ、さあ前の3者が若干後続を離している、伊藤翔司が抑え込むのか、残り3周回、外から外から、6番の阿部と共に8番の早川をブロックするんでしょうか、いけ早川セダロ外から行く、かませ仕掛けるか、早川が開ける、強烈なスピードで早川セダロ、阿部を一伸び、そして伊藤翔司切り返しの体勢、パーフェクト、ここで素晴らしい、鮮やかに伊藤翔司を突破、先頭に立った。さあこの後2番手争いがどうなるか、伊藤翔司が残せるか、翔ちゃん残すべ、笠木差を詰めてくる、さあ地元ワンツーなるかどうか、6番の阿部が伊藤翔司に迫ってまいりました、翔ちゃん残すよ、そこ入ってくるか、伊藤翔司懸命に打ち締める、おー強く来た、伊藤翔司差し返せるかどうかですが、阿部が2番手に上がった、伊藤翔司、おお強ポン頑張った、そこに7番の笠木吉高接近だが、3番手伊藤翔司優勢か、8番早川聖太郎連勝、聖太郎さすが。はい、ということで最終レースまで見ていただきました。いやー聖太郎は早かった、はい明日優勝候補かななんていうふうに思いますけどね。また明日もですね、明日はねちょっとライブやろうかなと思ってます。でもライブやりながらまた動画もちょっと撮っていこうかななんていうふうに思ってますので、もし上がった際にはまたよろしくお願いいたします。ということで本日はしゅるちゃんおと以上でございます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。そしてお疲れ様でございました。